こんにちは。今回は、先日7月の13、14に行われた魂フューチャーズボリューム6の、限定商品となっていた SH フィギュアーツの、仮面ライダーファイズのグローイングステージセットをご紹介いたします。 SH フィギュアーツ自体は、買ったことないんですけれども、この商品はブラックライトが付属したステージがついているということで、ウェブで見た写真がとても綺麗だったので思わず買ってしまいました。ということで SH フィギュアーツ初めてのレビューはこちらのファイズの限定版をレビューしていきたいと思います。まずケースですが、かっこいいですね。ファイズの顔半分が描かれています。ここにはマスクドライダーファイズグローイングステージセットと書かれています。ちゃんと魂フューチャーズボリューム6のロゴも入っています。これ実は1人2つまで買えたんですけれども、私は1つしか買ってないんですけれども、2つ並べるとファイズの顔になるんですよね。こういうパッケージにも遊び心があっていいと思います。横にはこのようにでっかくファイズのロゴが入っています。もうステージがついているので結構ボリュームもありますね。なんかいろいろ詰まってる感じがします。今回の動画では、細かい説明はしませんので、開封を中心にレビューしていきたいと思います。それでは、早速開封していきたいと思います。いや楽しみ。おお。中に入っているものは大きく3点、説明書と、ファイズの本体と、アクセサリー類、武器とかですね、あとベルト、あと付け替え用の手もついています。こちらのファイズの、SH フィギュアーツについては2010年の9月かなに発売されたものと、まあ、ほぼ同じ、形状は同じらしいんですけれども、まあ、唯一異なる点がこの辺の要はブラックライトで発光する塗料が使われているということだと思います。グローイングステージセットで後ほどどのように発光するのかもレビューしていきたいと思います。で、本体とあとはこちらですね、そのステージ、結構重いですね。ステージとあとこれが2本柱になっているのが、ブラックライトがついている柱ですね。以上の3点になります。ファイズについては後ほど、細かく、レビューしていきたいと思います。そして今回の限定品の目玉である、これですね、スマートブレインの、ロゴの入った、グローイングステージセットです。台です。で、スマートブレインのロゴに、赤の縁が入って、ここはクリアで覆われてます。ライトのこれ LED なんですね。片方3玉ずつ、ついている、柱です。のが2本付属してます。アーム用のジョイント部分、アームですねとアームの柱です。でこれもアーム用の支柱と、ジョイントになりますね。以上です。ではステージを組み立ててみたいと思います。この部分どこでも通電するんですかね。どこに挟んでも、おそらくライトはつくんではないかと思います。まあとりあえずこの辺ですかね、差し込みたいと思います。これで両サイドからライトが照らされる仕組みになってます。確かにスマートブレインのロゴは入っちゃってるんですけど、まあ他のフィギュアを飾るにもいいかもしれません。はい、では電池を入れてみましょう。電池は、単4の乾電池が3本ですね。では早速点灯してみたいと思います。電源スイッチは、ロゴの反対側の、この部分にあります。ではつけてみましょう。よいしょ。おお。
めちゃめちゃ綺麗ですね。いい、かっこいいじゃないですか。ちなみにこの柱部分も、可動ができるんですね。ここからここまで稼働します。まあ、これぐらいの角度ですかね。で、斜めでちょっと飾るのがバランスがいいかもしれません。ちょっとまだ明るいんで雰囲気分かりづらいんですけども、もう夜になったらめちゃめちゃかっこいいと思います。ということで今回は、ファイズのグローイングステージセットの、開封動画ということで簡単に紹介しました。